将棋の藤井聡太六冠に菅井竜也八段が挑む叡王戦五番勝負の第1局は、つい先ほど藤井六冠が勝利しました。2017年にタイトル戦に昇格した将棋界の8大タイトルで最も新しい叡王戦。五番勝負の第1局は、藤井六冠が先手番で午前9時から千代田区の神田明神で始まりましたが、先ほど菅井八段が投了し、藤井六冠が勝利しました。藤井六冠は2021年に叡王のタイトルを奪取し、2度目の防衛がかかっています。一方の菅井八段は、2018年に王位を失ってから5年ぶりのタイトル奪取を目指しています。第2局は今月23日に名古屋市で行われる予定です。藤井六冠は、七冠獲得を目指す名人戦の第2局も今月27日から行われる予定で、過密なスケジュールで戦い方にも注目が集まっています。